ブータミュージック、今日は2日目ですけども、スタジオに素敵なゲストをお招きしてあります。大のコンピューター好きとおっしゃって、ご自身でもまたゲーム音楽を作曲されている杉山浩一さんです。いや、こんばんは、よろしくお願いいたします。どうも杉山さん、もともかく私伺いたいのはですね、はい、このコンピューターゲームの音楽を杉山さんがね、はい、担当されることになったと聞いた時にですね、はい、はぁと思ったわけですよ。杉山さんという、もうあの、こういう言い方しちゃいけないかもしれませんけど、もうあのっていうほどのもんじゃないですよね。いやいや、そういう方がね、はい、ああいう、まあ所詮は子供の遊びかなと思ってたものに、うん、真剣に音楽を作って、はい、作ることになったと、はい、これどういうことがあったんですか。大体ね、子供の時からゲームと名が付くものは何でも大好きで、何でもかんでもコンピューターゲームも世に出るや否やすぐやるという、さっきなんか自称元祖プロゲーマーです。いただいた名刺になんか日本バックギャモン協会会長とか、はい、そういうのもやってます。でそのゲームが大好きなもんでね、コンピューターのゲームもいろいろやってました。でこうそういう話が伝わったりなんかして、あるソフトメーカーのところにね、たまたま、こうゲーム、コンピューターゲームにね、アンケートはがきが入ってるんですよね、アンケート、それまめに出してたら、プロデューサーの目に留まってすぐで出されたわけ。まめに出してたわ。でこういうのはもう全部全面クリアですか。もうむろんむろん大体ね、発売前にクリアしちゃう。すごいおじさん10秒ぐらいでダメですけど、はい、そうですか。今はね、はい、まあ、あの杉山さんの音楽にきっと親しんでいらっしゃる方多いと思うんですが、これだけゲーム音楽受けているって、どういうところに理由があるとお考えですか。やっぱりね、あのまずゲームをやるとね、一つのメロディーをね何回も聴く、そうすると覚えやすい、一緒にこう口ずさんで楽しいメロディーを作るとね、まず覚えてくれるんですね。それがやっぱり一番強いと思います。繰り返し聴いて覚えるという、まあ、今のね、あの最初の VTR でもありましたけれども、はい、もうそのコンピューターのゲームから切り離されてた音楽そのものもね、独り立ちしていくような時代ということで、うん、一体そういう時代はどうしてきたかというのをちょっと私がまとめてみましたので、おうおうちょっとこれを貸していただけますか。はい、はいはい、まあ、あのゲーム音楽の歴史という、まあ、大げさなこと言ってますけども、はい、最初はパチンコ屋の軍艦マーチではないだろうかと、こういう感じがしますね、ゲームしながら。で、まあ、あのフリッパーなんかね、あのほらこうあったでしょ、パチパチパッ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 って、あんなのもそうかもしれませんね、うん、機械そのものが結構音出してましたね、ガチャガチャガチャ。コンピューターゲームができた第一期、これ最初あれは何年でした、1973年にポンというゲームがね、僕は、ね、日本で最初にあれを記事に書いたジャーナリストとして、うん、全然今言われてることじゃない、言われてることじゃないです、すごい最初に書いたんです。あの時にね、うん、あの記事書きましたらね、うん、みんなテレビって使うものになったのかってみんな言いました。あ、使うもの、その頃はピンポンピンポンぐらいですよ ね、 そうですね、ピンポンみたいなので、はい、それからこの第2期に入ってくると、こう効果音がねピカピカピカみたいな感じになってきますよね、うん、ぶつかってバーンと小さな、はい、あのこういうねゲームなんかもそうでした、うん、そして第3期 BGM になってくるというところで、はい、これはどんなことかっていうのをこうちょっとこうこちらを見ていただきましょうかね、はい、これは1985年ですね。そうですね、はい、もう5年経つんですよね、さっきやってましたけども。アメリカでも大ヒットという、あ、この音楽はやはりかなりショッキングというか新鮮でしたね。本当楽しいですもんね、うん、やっぱりもう口ずさむようなものになってた。そしてこれが第4期になるわけですか。まだ第3期ですかね、第3期の後期、うん、後半ぐらいですかね。そうですね、これ杉山さん、はい、でもなんかこう物語性が音楽に出てきたなという感じがありましたけどもね。ただ単にね、あの鳴ってるんじゃなくて、ゲームのこう状況とか、情景を音楽が、表すようになってきた。ある種こう映画音楽とかオペラの音楽とかバレエの音楽とか、そういったものに、精神的には似たものになってきましたね。情感をなんか持ってきたんですかね、はい、うん、途中ですがニュースが入りましたのでお伝えします、はい、今夜東京世田谷の自宅から運送会社の作業員を装った4人組の男に連れ去られた機械卸会社の会長は、5時間後の午後11時前自宅近くに戻ったところを無事保護され、警察ではこの会長から連れ去られた時の状況を詳しく聞くとともに逮捕監禁の疑いで捜査をしています。ニュースをお伝えしました、はい、ということで続けましょう、はい、特集。そしてこの第今4期に来てるわけですね、はい、とサンプリング中心、はい、この辺からはもう杉山さんに伺わなきゃいけないわけですけども、うん、これどんなふうになってくるんですか。今度新しくね発売された、はい、コンピューターゲーム機、はい、これは、サンプリング音を、はい、出すという機能がついてるんですね、はい、でサンプリングというのは、
何かのこう楽器なり何なりの音色のサンプルをコンピューターが取り込んで、はいはい、その波形を、うん、なぞって真似して同じような音を出すと、だからフルートの音をサンプリングしてしておけばでそれを出すとフルートみたいな音が出るということですね。そういう機能がついてきたということです。これですね、まだ私の見てたこともないですよねそうです、これはサンプリングを使ってますね。こうだったんですか、こういったものが使えるようになる前ってのはどんな音楽だったんですか。それまではね、あの PSG 音源、プログラマブルサウンドジェネレーターの略ですね。だから、コンピューターでプログラムして制御できる、音のジェネレーターということで、まあ言ってみれば割と単純な、音色しか出なかったんですね。使える音色が少なかった、実験も少なかったということですね、それと出る音の数も少なかった、だからまあいろんなコンピューターゲーム機がありますけれども、うん、その一番、世の中で主力を占めているものはまあ3音しか出ないという、3音だけ3音だから3ボイスで全部音楽を使って、それよくやってましたね、その辺はね、はい、それに比べまして今はもう随分こう広がってきたということに、今度の新しいゲーム機では、8音出るんですね、まあ、これ LSI の進歩ですね、はい、一つはね、そうですね、そういうハードの進歩は一方にあるわけですね、はい、まあ、そうした今のゲーム音楽作りについて実際のゲームメーカー の制作に携わる方々はどんな狙いを持ってやってらっしゃるのか聞いてみました。ご覧ください。まずは京都市にあるゲームメーカーです。この会社ではいくつかの部門に分かれてゲーム音楽を作曲しています。なんかが映画なんかに非常に近くなってきて、その新シーンでいろいろ曲を変えるとかね、そういうことが多くなってきたんで、曲数にすればすごく多いですね。で、まあ、このマザーなんかの場合でも、40、50曲入ってるんですけども、プログラムの入るロムの容量っていうか、それがすごく制約があって、要するに A と実際のプログラムと音と取り合いっていうような形です。マザーの時なんかはそのプログラマーに手紙を書くとかね、お願いだからくださいみたいな、困ってますからみたいな、そういうこともしてますね。続いてスーパーマリオシリーズを作曲した近藤浩二さん。スーパーマリオブラザーズ3に続き1週間前4作目にあたるスーパーマリオワールドを発表しました。3の方は全然地上も地下もお城も全然違った曲で、その雰囲気に合った感じということでいろいろ曲作ったわけなんですけど、曲が あまりにも多すぎて氾濫しすぎて、覚えてもらう曲っていうのがなかったわけなんですよね。それでそれを反省点にしまして、今度のマリオ4ではちゃんとしたテーマというものを作って、それを地上も地下もお城も全部それをメロディー統一して覚えやすい曲っていうメインとなる曲というものを持ったわけなんです。今度は東京のゲームメーカー、ここではゲーム音楽を音楽担当の社員がステージで生で演奏、とうとうバンドまで結成してしまいました。基本的にメロディーが良い、あとノリが良いで覚えやすいメロディーということでしょうかね。どうしてやっぱりメロディーってことになるんですかね。やはり歌がない分だけ一番入ってくるものがメロディーだと思うんですよ。
それでやはり口ずさめたりするメロディーの方が一番とっつきやすいんではないかと思うんですけど。ご自身ではゲームやられるんですか？いや、私はほとんどやらないです。